神宮寺くんのカメラ目線や指差しは人々を癒し心を和ませる。そして岸くんと神宮寺くんが楽しんでいる様子を見ているだけで視聴者も楽しい気分になる。イベントの舞台はコーチェラ。人々は興奮し SNS 上ではその舞台裏が熱く議論されていた。動画に映るのは岸くんと神宮寺くん。 キシ君のライトが点滅しながら、二人はヤギのように楽しく踊っていた。キシ君とジングジ君の友情は、まるで不屈の絆のようだ。彼らの仲間意識は、ソーシャルメディアを駆け巡る動画や写真からも伝わってくる。インスタグラム上で数多くの投稿が行われ、彼らの友情や楽しい瞬間がファンによって熱狂的に追跡されている。 一つの動画が特に話題を集めた。それは岸くんのライトが点滅しながらヤギを踊る場面だ。この映像はファンの間でナンバーアンダーライン、アイアンダーラインゴートというハッシュタグで共有され、岸くんと神宮寺くんの友情の証となっている。インスタグラム上で投稿された動画が話題を集めている。そのビデオを撮影しているのはまだ平野翔さんだと思われる。 二人が一緒に遊ぶ姿を見るのはとても楽しい。キシ君とジングージ君、二人は大舞台コーチェラで踊っている。しかし、舞台の大きさに関わらず、彼らの無邪気な様子は変わらない。何度も共演するたびに、彼らのわちゃわちゃぶりが楽しみである。インスタグラムユーザーであるナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフさんがこの動画を投稿した後、 SNS は一気に盛り上がった。動画を撮影しているのは平野翔さんだと噂されている。彼の撮影技術とセンスによって、騎士君と神宮寺君の楽しい瞬間が最高の形で記録されている。この動画は、二人が大舞台コーチェラに立っているにもかかわらず、彼らの仲間意識が変わらないことを示している。彼らの楽しそうな姿は、 まるで子供のようにわちゃわちゃと遊ぶ男の子たちのようだ。彼らの関係性はファンにとっても心温まる光景である。騎士君と神宮寺君はラスボス感を醸し出す存在としてファンの心を掴んでいる。彼らが一緒にダンスする様子は毎回楽しみの対象となっている。彼らのダンスはまるでふざけているようでもありながら、 その表情やスタイルは爆池である。この動画からは彼らの楽しさと友情が溢れ出ている。撮影しているのは翔くんなのかという疑問も浮かぶが彼らの楽しそうな姿が一番の幸せである。さらにこの動画には驚きが隠されていた。何度も繰り返し見ても飽きない神宮寺くんのかっこよさに驚かされる。彼の魅力は まるでシリーズ化しているかのようだ。キシ君とジングジ君の仲良しコンビは、ファンにとっても夢のような存在だ。彼らの楽しそうな姿は、見ている人々を笑顔にするだけでなく、心にも癒しを与えてくれる。この動画には、彼らの無邪気な笑顔や表情が満載だ。彼らが楽しんでいる姿を見るだけで、視聴者も自然と楽しい気分になる。 神宮寺くんのおめめが可愛いとファンからは絶賛の声が上がっている。この動画を見ていると、岸くんと神宮寺くんの中の良さが伝わってくる。彼らの笑顔や表情からは、彼らの楽しさと友情が溢れ出ている。ファンにとって、彼らの存在はまさに癒しのひとときである。誰もが待ち望む W ゆーたの登場に、SNS 上は大盛り上がり。 ファンの心をつかむ二人の男の子らしさが全面に発揮されている。カリスマ性とキュートさが融合した彼らの姿に、ほっこりとした気分に包まれるのは間違いない。ナンバーアイといえば、圧倒的なダンススキルを持つ GOAT ブリを発揮し、熱狂的なファン層を獲得してきた人気グループ。しかし、そんな彼らにも意外な一面が、 照明係やカメラマンを務めるなど、まさかのゆるキャラぶりを発揮しているのだ。今回の映像は、そんな彼らのふざけっぷりを余すところなく捉えている。率先して踊りを披露する騎士ユタと、無表情ながらも可愛い仕草を見せる神宮寺ユ太タ。二人の対照的な個性がまさにコントラストを生み出し、目を奪われる。さらに、 撮影を手掛けているのが平野翔という事実が判明。この三人が描くコントラストは相乗効果を生み、まるでコントラストしか勝たん。のようなフェロモン全開の空気感。一体どんなパフォーマンスを繰り広げているのだろうか。ファンの期待を裏切らない、彼らならではの緩さとダイナミックさが織りなすステージに、思わず釘付けけになってしまう。そして何より、 二人が心からリラックスして楽しそうに遊んでいる様子に、こちらまで幸せな気分に包まれるのは必死。無邪気さと大人の余裕が絶妙なバランスを描く姿に、心を奪われるのは必死だ。この動画を見れば、ナンバーアイのメンバーがいかに温かみのある存在であるかが伝わってくる。ダンスのパフォーマンスは去ることながら、彼らの人間性の魅力にも注目が集まる。 きっとこの映像を通してファンの心に深く刻まれるはずだ。そんな中気になるのは最後にカメラ目線を送るジンくんの仕草。今後どのような展開が待っているのか。ナンバーアイファンとしては目が離せない注目シーンだと言えるだろう。これからも彼らのゆるふわな魅力にあふれた活躍を期待したい。 そして一人一人のキャラクターがより鮮明に描き出されることを願っている。楽しみは尽きることがなさそうだ。さて、次はどんな動画が投稿されるのか。彼らの楽しい瞬間を再び共有できるのを心待ちにしているファンも多いだろう。彼らの友情と楽しさが、これからも SNS 上で続いていくことを期待してやまない。出たラスボス感わら。 彼らの登場はまるでラスボスのようだ。どのペアが登場するか毎回楽しみだ。二人の組み合わせはいつも W ユータだ。それでも彼らのパフォーマンスは愛らしい。岸くんがニコニコしながら、神宮寺くんがドヤ顔で踊る様子に笑いがこみ上げる。もしかしたら、これが最高のダンスのゴーと最高のダンサーなのかもしれない。 キく君と神宮寺くん君、二人はノリノリで楽しそうだ。撮影しているのは翔君なのだろうかそれはさておき、二人の楽しそうな様子を見るのが一番の幸せだ。まさかのシリーズ化。人々は驚きを隠せない。それでも、彼らの愛らしさには心を奪われる。マータ可愛いの来た。キくんも神宮寺くんも楽しそうで可愛い。 何も言うことはない。彼らは優勝だ。W ユ兄弟のような二人の関係は愛らしい。騎士君からの神宮寺君への視線に人々は心を奪われる。可愛いすぎだろ。彼らの独特な雰囲気が大好きだ。そして人々は彼らの楽しそうな姿に感謝する。彼らが見せてくれた多くの動画に心から感謝する。 もう何か新しい動画があるのか、それが楽しみだ。なんなんかわいすぎるし。彼らの可愛さに、人々は驚きを隠せない。かわいくてかっこいい。彼らが一緒に遊んでいたのかそうであれば、それは心を癒すものだったに違いない。ジ君くんが楽しければみんなも楽しい。そう。 彼らの楽しさは人々をも幸せにする。そして、騎士くんが向かい側にいることを期待していた人も多かったはずだ。神くんのお目目が可愛いです。彼の瞳は愛らしい。神宮寺くんはまるで小動物のようだ。W ブユ可愛い。彼の可愛らしさに人々は心を奪われる。動画の中には、 途中で可愛いニャンコが登場することもあるのだろうかこれはいよいよ将軍バージョン楽しみになってきた。人々はますます彼のバージョンに興味を持ち始めている。